ベルタリアのレイダーたちは相当厄介だね。ですがここにいます。ツッキリしかないようですね。撃て！
なんでそんな風になるのかわからない。落ち着くなんてできるか、カール。ベリリウム核反器を開発し始めた時は人類の利益になるって言ってただろう。それなのにずっと兵器に転用しようと企んでいたとはな。嘘つき。偉そうなこと言うなよ。最近新聞読んだか？戦争が起こってるんだ、ドクター。勝つためにはどんな助けでも必要としてる状態だ。耳を疑うよ。科学はいつから敵味方などにこだわるようになった。あいつらに何をもらうと約束した、カール。金か、コネか、それともくだらない勲章か。もういい。気に入ろうがいるまいが、テストが完了すれば核反器は箱に詰めてワシントンに送る。さあ、二つ選択肢がある。仕事に戻るか、それが嫌ならこの建物から出て行け。下に参ります。アリ、私が戦前のテクノロジー企業だったらどこに大事なお宝を隠しておくでしょうか。
に参り。さあ行こう。さあ行こう。
誰もしばらくの間ここには来なかった。隠れても無駄だ。警告しておく。射殺の厳命を。
てよ。お互いにとって面倒なことはやめろ。警備体制を解く。何か聞こえたと思った。
やめ。話をしてもいいか。もちろん話して。なあ、おい、今話をしてもいいか。もちろん話して。なあ、話があるんだが、あんたにボッピを始末させただろう。ああいうことをさせてちょっと気にしてるんだ。偉そうな言い方だった。普段はこんなじゃないんだが。ボッビのことで随分悩んでいるようだな。彼女との間に何かあったのか。いや、そういうことじゃない。権力を利用して人を殺めるってのが嫌なんだ。だからこそ市長になったんだ。ビッグとかいうどこかのクソ野郎が町を取り仕切っていたんでね。いつからそうだったのかは知らないが、あいつはクズだ。我々流れ者を自分の銀行口座みたいに扱っていた。いかつい連中を使って人々を従わせていた。連中が一般市民を相手にストレスを発散させても好きにさせておくこともしょっちゅうだった。家があればドアに鍵をかけておけるが、流れ者はそうはいかない。あるか、流れ者の一人が連中に何か言った。連中は肉詰めの缶を開けるような調子で彼を路上で切り裂いた。みんなその場で見ているだけだった。自分を責めるな。どうせ勝ち目はなかったんだろう。お前だって殺されていたかもしれない。ああ、その通りだよ。でも腰抜けだった。生きてる価値がないと感じたよ。その後は灰になって気を失ってしまった。気づいたら旧州議事堂の床に伸びていた。目の前にジョン・ハンコックの服が見えた。アメリカ屈指のゴロつきにして市民の守護者でもあるジョン・ハンコック。まだ灰な状態が続いていたのかもな。とにかくその服が話しかけてきたんだ。何をすべきかとね。で、事件のことは頭から追い出し、その服を着て新たな生活を送り始めた。ハンコックのように。それからしばらくはきちんとしてまともに生きていた。クレオを説得し武器を貸してもらった。流れ者たちを集め廃墟に行って訓練を始めた。
今度ビッグの手下どもがバカな真似をしようものならただじゃ置かないつもりだった。民兵を組織していないでビッグに話してみようとは思わなかったのか。話せばどうにかなると思っていたらそうしたよ。少なくとも試してみようかくらいは思ったさ。で、あの晩は銃に弾を装填しビッグの手下どもは隠れていた窓や屋根をぶち割って飛び出していった。連中は予想もしていなかった。こっちは発砲するまでもなかった。そんな必要はなかったんだがぶっ放して皆殺しにしてやった。全員片付けてから連邦議会のビッグの部屋に行き奴の首にロープを巻きつけバルコニーから放り投げた。ハンコックの服をまとい銃を手にその場に集まった。グッドネイバー市民を見下ろした。何か言わなきゃいけない。最初の言葉は俺の言葉とは思ってもらえなかった。人民のためのってやつさ。あれが就任演説だった。あの日からグッドネイバーのハンコック市長となった。傍観しているだけという態度はもう二度と住まいと心に誓った。そんな状況には陥らないだろう。これから共に連邦を治めていくんだ。そうだな。俺が通ってきた道を進んでもらいたい。罪なき人に害をもたらしたくないんだ。あんたも同じことを考えているんじゃないかとはっきり感じているんだがね。俺が話し始めたら一日中でも喋っていると聞いたことがあるだろう。もう行くか。実際そいつには何か価値があるのか。メルトダウンしないでくれよ。あの時代の人々は放射能を抑える。
置はほとんど計測不能です。ここから様子を見ることです。エアロックを循環中、お待ちください。除染シーケンスを開始します。除染完了、お進みください。
境界線での動きを検知。作戦区域にステルス部隊が侵入した可能性があります。敵発見。さえあれば何とでもなる。弾は十分にあるよな。人造人間と時間稼ぎをします。必ずインスティチュートに攪拌機を持ち帰ってください。Okay.
興味深い。痛ましい出来事です。未来の所長さん、部下として働けるのを楽しみにしているよ。話せないのは知っているでしょう。じゃあ、あなたが新しい責任者になるの？ファーザーはいつもこちらの想定の逆を行くのが好きだったの。ドクター・フィルモア、一生分のスリルを味わいましたわ。ありがとう。本当にあなたなしでは成し遂げられなかったです。攪拌機を必要な場所へ運んでおきます。ファーザーが他のことを手伝ってほしいそうです。お待たせしてはなりません。